5人目の賢者の手がかりがあの浮遊惑星石にあるということが分かりましたけど、まあそれはそうとしてリードーさんに解読してもらう石碑も集めておいたので、まあこれももちろん全部読みたいからね。なので見つけた分はまとめて解読してもらっちゃおうかな。今結構あるよ、4枚くらい写真撮ってきたんだけど、でも残りあと5機なんだね。もうこれ残り1つとかになっちゃうかもしれない。じゃあもし旅の途中で見つけたら絵に残して。はいはい、残してますよ。じゃあ早速こちらですね。もう一気に解読してもらおう。全部同じに見えるけどなよく読めんな。では翻訳しますね。おう、うむ、間違いない。これはまさに歴史を彩るハイラル叙事詩の一節。この時間いつもいらねえんだよな。書かれている文章を現代の言葉にするとこうなります。王のお帰りが遅くなりしよい。そんなことあんだ。王の帰りが遅くなる。何、飲み会、接待。我ソニア様に緑色に光る各地の祠。わあ、祠、祠について教えを受くる。あの祠なんなんていうプレイヤーの疑問に対するアンサーかな。ハイラル王国が建国されしばらく各地で魔物の出没たびたびあり、民の暮らし脅かすこと後を絶たず、これ憂う王と王妃自ら各地を巡り魔を滅す。うわ、現場に出る王族だね。地上絵のムービーでモルドラジークをやったのもこの仕事の一つなのかな。魔物の出没にまあ対処する戦闘力を一番持ってんのが王だから自ら向かってたわけだ。光と時の力を持ってこれを鎮め、再び現れるよう封印の要として祠を築く。じゃあ、あのモルドラジーク倒したとこの近くにも祠を置いたのかな。これ浜の祠、ああいつも言ってるやつだ、浜の祠と呼ぶなり。我が未だ幼き頃の出来事、王と王妃の尽力で今日の安寧ありと知り、改めて感謝せりと書かれています。これにはハイラル王国が建国され間もなくのラウル王やソニア王妃の行動が書かれています。いやー、祠に対する疑問へのアンサーだね。あれなんなんていういやでもな、祠の中にパズルがあることのアンサーにはなってねえな俺はあれ勝手にウルトラハンド使用者に対する育成プログラムだと思ってたんだけど、そういうんじゃないのかな中身は。お二人は建国後民を悩ます各地の魔物を自ら出向き討伐し、そこに二度と復活せぬよう浜の祠と言われるものを作って封印して回っていたようです。そりゃたくさん作ったね。そっか、あれは二人が作ったんだ、あの無数の祠。そりゃ働きましたね。それに光と時の力という記述もあります。二人は何か特別な力を持っていたのか。あ、そっか、それはリードーさん知らんのか。これは古代歴史上の真実であり、今を生きる私たちも感謝すべきこと。まさに重大発見ですね。ではこちらお約束の謝礼です。いや、これ結構いいしのぎになるな。400ルピーくらいもらえるぞ今回。このように貴重なものがハイラル中に落ちてると考えただけで興奮してきます。じゃあ次行こうぜ。次あるよ、まだまだ。これ連続で見せるときは決め台詞カットしてほしいな。うん、間違いない。これはまさに歴史を彩るハイラル叙事詩の飛ばします。現代の言葉にすると、ゼルダ様、このところ王の姉君であられる。あ、ミネル様誰だミネルって。ミネル様の記述来たぞ。ミネル様のもと訪れること王子。我もゼルダ様の侍従として、あ、侍従になったとかなんかそんなのも前あったよね。この侍従の方は自ら志願してゼルダ様のお付きになったと。あー、その後だ。我もゼルダ様の侍従として常に恩ともにつけり、この日ミネル様ゼルダ様に披露されしは巨大なるゴーレム、聞かば人が乗りべしめるからくりの工夫あり。人が乗るゴーレム、ほう、登場型ゴーレム、何ゴエモンインパクトみたいなやつ。ゼルダ様、これに乗らむと去るうれば我強く無用なりと止め立て祭りき。なんか今回文章難しいな。
されど構わずゴーレムの頭上にお乗りになり、めでたく自在に操られき。ゴーレム操ってたの？ゼルラ様。なおゆゆしきお方なり。ちょっと文章難しかったりもしたので、ちょっとわかりやすく噛み砕いてもらえるかな。あ、今ちょっと一瞬、一ページ間違って飛ばしちゃったか？大丈夫か？ゼルダさんはミネルさんのところに足しげく通って研究を手伝っていたようです。人が乗れるゴーレムとは一体どんなものだったのかわかりませんが、ゼルダさんはそれに上手に乗ってみせて乗ったんだね。侍従さんは改めてすごい人だと感心した。というようなことが書かれています。おー、その姿見れるかな、いつか。それにしてもこの侍従さんとゼルダさんとのやりとりがなんというか感じ入りますね。まあ、そのゴーレム出てくるよな、どっかで。さすがに。リンクも乗ることになんじゃないの？ミネル様が作ってたもんでしょ。危ないからダメだと止める侍従さんと、それを押し切りゴーレムに乗ってしまうゼルダさん。古代の優れた技術やこの時代のゼルダさんの人柄も想像できる。いや、我々のゼルダさんと、我々の知るゼルダさんと一致しますけどね。そういう古代の技術に興味があるっていうのは。ガーディアンの研究してたもんな。石碑は貴重な知識と、それを記した人物の思いが詰まった宝箱だと言えるでしょう。ではこちらはお約束の謝礼です。いやー、なんかほんとこのリードさんのね、石碑のエピソードに対するリスペクト感好きなんだよな。この人の話は聞いてられるわ。じゃあ次、全部同じに見えますけども、歴史を彩る書かれている文章を現代の言葉にするとこうなります。当世巷にて竹、キノコってこと？キノコの模様で仕立てる。お！あれ？え？世界のサゴノと同じことを考えたデザイナーが古代にもいたってこと？え？世界のサゴノ？まさかあの人もタイムトラベラーじゃないだろうな。姫様と同じで、キノコの模様で仕立てたる頃も大いにときめけり。その発端、先頃ゼルダ様の召し物を仕立つるため城に職人来たる時、ゼルダ様がお国元にて意図ときめけり、衣服に尽きてお話になりし時なり。姫様がプレゼンしたってこと？キノコ柄を。それ全身に竹柄をあしらいき衣服なりて、もしかしてサゴのユーザーだったのか、姫様。そうだよな、当然サゴのことを姫様は知ってておかしくないわけで、色鮮やかなる目とのこと、強く興を持ちし職人これを真似びて作り売り出したるところ、民にめでたき覚えとなった。無事に売り出されたってこと？我もいかにも一着欲したが、手に入ることかなわず。サゴのブランドが。あ、じゃあこれはあれか、むしろ現代から古代に、古代に輸出されたデザインってことか。姫様の手によって必ず意図口押し。なるほど、合ってる。これは当時のファッションの流行りについて書かれています。何やら国元で流行ってきたキノコ柄の服のこと、ゼルダさんが服職人に話したのがきっかけで。いや、マジかよ、ユーザーかよ、姫様。サゴノの興味を持った職人が真似して作ったところ、それが大ヒットしたようですね。果ての村のサゴノさんもこの時代そうでしょうね。この事実を知ったらさぞ驚くでしょう。流行は繰り返すと言いますが、繰り返しというかね、むしろ全てサゴノさんが生み出したものなのよ。遥か昔にもキノコ柄が流行っていたとは。そして侍従さんの最後の言葉、彼女も流行りのファッションに憧れるごく普通の一面を持っていたんですね。ではこちらをお受け取りください。はい、ありがとうね。姫様に再会したら自慢しねえとな、サゴノハット。自慢しよう。このように貴重なものが排卵中に落ちてると考えただけで興奮してきます。じゃああと2機で手元にもう一つあるはず。うわ、残り一つよ。ここまで来たな、せっせと集めておきましたよ。では翻訳しますね。うむうむ、お、うむ、あ、そうだ、これカットしていいんだった。はいはいはい。
書かれている文章を現代の言葉にするとこうなります。王宮に夜な夜な異様な女人現るとの噂あり。これひょっとしてガノン様のお人形じゃないの。その姿を見た者曰く、顔立ちこそゼルダ様そのものなれど、瞳に輝きなく、その眼差し死人のごとし。ああ、そういう感じだったな、そういう感じだった気がする。そっか、なんか顔つきも違うって思ってたのは表情だけじゃなくて実際に目に光がなかったのか。ゼルダ様にお尋ねするも覚えなきとのこと。悪霊の類か魔物の手合いか興味深きことなれど、自らの想像に怯え夜も眠れず。これには太古の怪談話が書かれていますね。怪談っていうかね、人死んでんですけどね、その後。そっか、でもあれか、その死角が現れた時にソニア様とゼルダ姫がなんかちゃんと分かってて対処できてた感じだったのは、そういう噂を侍従たちから聞いたからだったのか。にもかかわらずまんまとやられましたけど。なるほどね。まだよく解読できないところもありますが、これは紛れもなく怪談ですよ。いや違うのよ、事実なのよ。夜な夜な現れるゼルダさんにそっくりな死人か幽霊のような女性の目撃だ。いつの時代でもこんな怪談話が。リーロさん違うんだとも言えないしな。いやまあ言ってもいいんじゃないの、リンクは別に。味方には情報共有してもいいはずなんだけどな。怪談話が広まる風潮はあるんですね。そういえば我々の知るゼルダ様も行方不明なのに、あちこちでの目撃談が新聞に。まさかこちらのゼルダ様も幽霊ということは記事になってますよね。こっそり馬を逃がしたとか。いやありえない。立地的であるべき研究者として出現でした。忘れてください。ではこちらをお受け取りください。100ルピー。これ全部解読したらさらに特別な報酬とかあったりするかな。これあれでしょ、来た来た、残りあと1機、あと1機よ。でさすがにもう手元にはないので、まあ一旦貼り出していただきましたけど、いやー集まったね、集まったよ。で残りの一つは、まあほんとこれね、今出てるマップ全部チェックしたと思うんだけど、まあここなんでしょうね。残り一箇所マップ開放されてない場所があるので、おそらくここの上空に浮かんでいるはず。ここに行ったら石碑も探そう。それでリードーさんのお仕事は終わりだと。まあすいませんね、結構時間取ってせっせと溜め込んだ石碑の写し絵を一気に解読してもらいましたけど、じゃあせっかくここ来たし一応ここも調べるか。これはもうバリバリメインストーリーにつながる話だけど、まあ別に何もね、ここに賢者がいるわけじゃなくて、あくまでもこの中に手がかりがあるだけなんだよね。だからまあとりあえず行ってみてもいいのかな、せっかくかかりこ村来たし。このカリユさんがね、散々邪魔してくれたわけですよね、今まで。ゼルダ様の命令を忠実に守って、よし、ついに浮遊輪っか遺跡の調査ができるようになったぞ。でもこの人も調査をしたいという気持ちはあったわけだ。あのパチモンの姫様の命令を忠実に守ってはいたけど、ここで新たな発見をすれば私が先生と呼ばれる日は近いな。この人面白い人なんだよ。そう、先生って呼ばれたがってんだよね。だからねえ、いい発見をして名を轟かせたいわけだよね、多分研究者としての、ね、そういうね、このね、よく丸出しなのがいいんだけど、この人はなんだね君は。まあ調査で忙しいとはいえ、少しくらいの無駄話は構わぬか。あの輪っか遺跡の秘密を解明した暁には、この私はそこかしこから引く手あまただ。なあ君、想像してみたまえ。東からカリユ先生、西からカリユ先生、北からも南からも私を呼ぶ声、さらに声、カリユ先生、カリユ大先生、天才カリユ大先生。この人面白い。お本欲まみれなのよ。危うく我を忘れるところだった。ハイラルで今まで出会った人間の中で最も承認欲求の高い人間だから、カリユ先生は。じゃあ行きますか。
早速このトーレルーフで、まずはここ行けるか。行けるね。いや、この遺跡の真下にも来れなかったんだよな今までは。カリュウ先生が邪魔するから。で、さらに上、さすがにこの高さは、あ、行けんな。あ、それ板か、遺跡そのものじゃなくて。こっから行けそうだぞ。行けんじゃない？輪っか遺跡の内部。ああ、本当に空洞になってんな。で、あれだな、石板は。石板？石碑？まあ重要な情報が書かれたもの。輪っか遺跡の石板。この写真を撮ればタウロさんが解読してくれるということですかね。他には何もなしか。本当にそれだけの場所だね、ここは。タウロさん見てくれよ。なんだ見間違いって。あの、見間違いだとは思うんですが、リンクさん先ほど遺跡それか遺跡の中にスーッと、あ、いや、今のは忘れてください。距離があったし、僕の見間違いですよね。写し絵を見せる。その質問には答えず写し絵を見せる別にウルトラハンドの存在信頼できる人には教えてもいいと思うけどな。かたくなに言わないな。何ですかこれ。え、まさか。パーヤさん、カリユさんも、あ、カリユ先生もちゃんとチームの一員と認められてるんだな。当たり前だけど、これを見てください。よく丸出しの醜い人間だけど、これはもしや浮遊輪っか遺跡の中。おー、石板もはっきり確認できますぞ。他の輪っか遺跡と同様にゾナー文字が刻まれていますね、タウロ様。プルアパッドを盾持ちしないと読みづらそうだけど、ええ、分かる範囲で解読してみましょう。ゼルダ約束のの賢者ミネル、お、ミネル様の名前。約束の、まあこれは魂の賢者かな。魂の賢者ミネルの名において記すって感じか。南東に神殿の鍵を隠すかな。どこから見て南東なのか分かんないけど、魔王討伐の悲願を未来に託すみたいなこと書いてあるんじゃないのですかね。未来のリンクに任せましょうって言われたんでしょ、ゼルダ姫に。うちのリンクがやってくれますよって。まだ南東の跡がうまく解読できませんが、ミネルというのはどうやら人の名前みたいですですね。あれ、てか何、お前ミネル知らんの。さてはリードさんのチームと連携取ってねえな。共有しろ情報。あっちのチームと同じ場所で研究してんだからさ。リードさんにミスター責任には書いてあったぞ、ミネル様の名前。賢者ミネル、賢者自身の名前か。全然知らんやん。他のどの石板でも見たことが見たことがないですぞ。見せたんだけどな、リードさんには。あんま仲良くないのかな。他にもゼルダや魔王、気になる記述ばかりですな。はい、この石板には特に重要な情報が書かれているようですね。どうされました、パーヤさん。いえ、その南東の跡なんですが、お、心当たりありか。どこから見て南東か分かんないからね。え、竜の地。竜といえば姫様とミネル様がなんか言ってたよね、竜化の法ってやつ。それのことは結局まだそんなによく分かってないんだよ。ではないでしょうか、そこまで詳細にはね。関わりあるか。おお、確かにパーヤさんのおっしゃる通り、ここは南東竜の地ですね。へえ、そういう地名の場所があるんだ。パーヤさん、お手柄です。よかった、ゾナー文字の勉強を続けた甲斐がありました。お手柄お前のじゃねえぞ。ああ、おほん、うん、な、手柄取ろうとしてるこの人わざわざ注目集めやがって。
南東竜の地？そういえばハイラル南東の亜熱帯フィローネ地方には太古の遺跡が数多く残されたゾナウ遺跡群がありましたな。その地の遺跡には他では見られない竜の衣装が施されていたはず。あ、でも確かな知識に基づく的確なアドバイス、さすがカリユ先生。それさね、カリユさん、フィローネのゾナウ遺跡群だわいさ。この記述はゾナウ遺跡群のことを示している可能性が高いですよ。あ、でもなんかいいね、この3人それぞれが役に立ったというか、タウロさんが石板を解読して足りない部分をパーヤが勉強した知識で補足して、で最後にカリユさんが手柄欲しさに手柄欲しさに最後のアドバイスを。あなるほどね、フィローネ地方の遺跡群。さすがカリユさん、大手柄です。あ、よかったな、大手柄だってよ。ん？あー、タオル君、今何と言ったかね。もういいからもういいから。いやー、だからこの記述はゾナウ遺跡群のことを示してる可能性が高いって。いやー、それじゃなくその後だよ。なんて言った？タオル君、タオル君、大手なんとかって、なんて言った？ほら、なんて、カリユさんの大手柄だですか？ああこの人面白い大手柄、ああ大手柄と言ったのか。ああ、なるほどなるほど、そうか、大手柄。噛み締めるな私の大手柄、良い響きだ。いや、大手柄ですよ、カリユ先生。リンクさん、この石板に書かれた内容をつなぎ合わせて解釈すると、賢者ミネルや魔王、そしてゼルダという姫様と同じ名の人物に関わる何かがハイラル南東のゾナウ遺跡群に残されている可能性が高いと推測されます。これは本当の本当に大発見だわいさ。うお、ウオトリー弁が出てる。あなたのおかげさね、ありがとうございます。これはすぐにでも調査に行かなければ。え、行くの？カリーさん、一緒に来てください。もちろん行くとも、タオル君、私に任せたまえ。さあ、そうと決まればすぐゾナウ遺跡群へ。まずはこの村から南西へと進み、あ、場所を教えてくれる？遺跡群の近くにあるポプラー高地の眺望台に調査拠点を設けましょう。あ、わかりやすい、ありがたいね。じゃあリンクもとりあえずそこに行けばいいのかな、新たなる発見を求めて。いざフィローネのゾナウ遺跡群へ。パーヤは行かないよね、別に研究チームじゃないもんね。勉強はしてたけど。ああ、そうだよな、行ってしまわれましたね。お二人ならばきっと大丈夫です。そうか、輪っか遺跡の調査チームはあの二人だけなんだリードさんとはあまり仲が良くない説が出てしまったけど、私もお二人に負けぬようにゾナウ文明についてもっと勉強します。ただやはり気にかかるのは本物のゼルダ様の行方。もちろんご無事でいらっしゃると信じておりますが、いやでもな、そうだな、ちょっと前にみんなと賢者たちと話した時は、確かユンボーがゼルダ様、本物のゼルダ様は過去の時代にずっといる頃みたいな、そういう解釈をしてたけど、でも現代にいるはずではあるよな、あの姫様が探してって言ったんだから。まあ、その手がかりがあるといいね。次は族長の身ではこの村を離れるわけにもいかず、一刻も早いゼルダ様のお戻りをお祈りするばかりです。はいはいはい、じゃあどうしよっかな、行きたくなってくるな。あ、でも5人目の賢者を追うならこっちだけど、リードさんに見せる最後の石碑はここにあるんだよな。ここなんかすごいもったいぶってる形になっちゃってるけど、いやでもほんとぼちぼち行こうかな。最後のリードさんに見せる最後の石碑と、さらに最後の地上絵もある。重要な場所ですね、重要な場所が残りましたよ。いや、カリユ先生めちゃくちゃ面白かったけど、なんかここにね、カリユ先生の日記があるんですよ。内容ちょっともうあんまり覚えてないけど、改めて読んでみようかな。カリユさんのキャラクターが深掘りされたところで、カリユさんはなぜゾナウ調査隊に？
休憩中タウロ君にそう尋ねられた。私は少々うろたえながらも、調査隊にはタウロという名の優秀なリーダー、つまりあなたがいるからですよ、いやこれは謙遜してるなとお答えした。謙遜というか、これは嘘偽りのない本心、あ、本心ではあるのか、本心ではあるものの、私の胸の内ではその続きの言葉が揺れていた。タウロ君であれば他の鈍感な者たちと違い、私の見識の高さを即座に見抜けるでしょう。もちろんその言葉は胸に留め置いたが、この私が世に認められるために必要な人物、それが他でもないタウロ君なのだと私は確信しているのだ。なるほどね。カリーユさんはちょっと傲慢な一面もあるにはあるけど、でも他人を認められるだけの度量は持ち合わせていて、タウロ君のことは本当に優秀な研究者だと認めてるわけだ。で、タウロ君のことは非常に優秀な研究者だと認めているので、その優秀なタウロ君なら私の優秀さも見抜けるよねっていう、なんかそういうそういう期待をしてるのね彼は。面白いなこの人。ゾナウ調査隊の一員になってからというもの、リーダーのタウロ君には驚かされてばかりだ。ある日のこと、私が調査の現場に到着した時、タウロ君は地べたに座り石板を凝視していた。おはようございますと挨拶をすると、我に返ったタウロ君はこう返してきた。ああ、カリユさん、気づかずにすみません、今日は遅くまでお疲れ様ですと。え、そういえば昨夜遅く帰り際に見た時もタウロ君は地べたに座り石板を凝視していた。そうなのだ、タウロ君はゾナウ文字を解読するため夜通し石板を睨み続けていたのだ。今が朝なのか夜なのか、すげえな、わからなくなるほどの彼の集中力を私は心底羨ましく思う。それはやっぱ自分にないもので、いやー、ほんとタウロさんのことは本当に認めてんだね、自分にないものを数多く持った優秀な研究者だと。その優秀な研究者なら私の優秀さも見抜いてくれるよなと。どうなんだろう、それはその欲求はちゃんと満たされたかな。遺跡が目して語らぬ史実のあれこれを知恵と根気で明らかにするのが調査隊の使命だ。我々は先人たちの偉業を受け継ぎ、次世代へ渡す成果のために日夜探求を続ける。一代やそこらで完遂する仕事ではないことを我がリーダーのタウロ君はよく心得ていて、だからこそ彼は言う、名は残さずとも成果を数多く残したいと。さすがタウロ君、誠に立派な信念ではあるが、私カリーユの志はさらなる高みにある。成果を残すのは当然として、我が名こそを後世に残したいのだ。ここは本当にもう隠そうとしないね。人々の記憶の中だけではなく、書物や石碑は当然のこと、できれば地名としてカリーユダニ、カリーユ川、カリーユが丘、夢は膨らむばかりである。カリーユ、いやちょっとあれだな、カリーユさんのことよく分かった上でもう一回読むと、面白いなこの文章。なるほど、ちょっとそのカリーユさんにもまた会いたくなってきたからね、ここの新しい調査拠点、ここに行くのも楽しみなんですけど、いやでもほんと今回はすいませんね、石碑だの輪っか遺跡だのそういうものを読み解くだけで時間が過ぎてしまいましたけど、まあでも行くだけ行ってみようかな。この眺望台の本当にすぐそこに拠点敷いてんでしょ。じゃあまあそこまで飛んでみてもいいか。おそらくリンクのワープよりも先に2人は到着してるはずなので、どうだ、どこだ、眺望台の、あれ、そのテント、ん、あれ、こんな祠の反応あったっけ、あったのか、あ、いたいた、カリユウ先生、あれ、タオロさんはお一人ですか。おお、君も来たのか、やはりゾナウに強い興味があるようだな。ならば歓迎しよう、見たまえ、ここが我々の調査拠点だ。隣に立つ立派な眺望台に拠点、この屋根だけのテント一つのこと言ってんの、しょぼすぎて脳が認識してなかったわ、ここのことを拠点だと。ここで二人で寝泊まりしてんの。立派な眺望台に比べればほんの少しばかり見劣りするかもしれないが、今後はここを中心に調査活動を行うことになる。タオル君も早速ゾナウ遺跡群に向かったよ。確かカズリュウ湖の辺りから調査を始めると言っていたよ。カリーさんは何してんの、ここで。
南東へ進めばゾナウ遺跡群にたどり着くはずだ。輪っか遺跡が教えてくれた竜の地に魔王やゼルダ様につながる何かがあるのか。あるのかな。竜って言葉はちょっと引っかかるね。強いキーワードだよな。一刻も早く調査に行きたいとは思うのだがね。私は拠点作りで少々疲れてしまったよ。嘘つくな。何を疲れることがあるんだこれ。布かけただけでしょうが。まったくタウロ君は疲れというものを知らんのだろうか。ああまあタウロさんが体力お化けだから先に行っちゃったと。いや嘘つくな。これきょびっくりした。これのこと言ってんのだと思わなくて、拠点ってマジで脳が認識してなかったわここのことを。で次に行く場所が、あ、もうこういう形で分かりやすい目的地としては示してくれてないのか。これの場所は移動してないけど、でもこのカズリュウコがどうのこうの言ってたよね。こっち方面かな。ちょっと改めて教えてもらっていい？あ、カズリュウコのあたりから調査を始める。もうそこに行けばいいのね。まずはカズリュウコに。オッケーオッケーオッケー、了解です。じゃあ今回はいろんな古代文字を知識人に解読してもらいましたけど、まあ一旦今回はこの辺で終わりにしましょうかね。はい、じゃあ割とリアクション薄めだな。わとかなんだとか、でも冷たいなとかも言うねちゃんと。すごいな。でもなんかやっぱこういうキャラは他の一般人とリアクションがちょっと違ったりもしてね。冷たいなって。でもこれ多分カリユウさん特有の口調なんだよね、おそらく。これすごいよな。偽物のゼルダ姫にすらあったもんな。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。